2020年の年末から2021年の年始にかけて、日本列島を寒波が襲来し、全国各地で雪が降りました。柴犬のおにぎりくんと暮らす飼い主さんは、雪が降った日に動画を投稿、初めて雪を見たおにぎりくんの反応に、多くの人がくすっとさせられました。積もった雪に大興奮のおにぎりくん、はしゃいで庭を駆け回る様子が、なんとも楽しそうで、見ているこちらまでにっこりしてしまいます。雪が降ると、寒くて、嫌だな、と考えてしまいがちですが、こんなに喜んでくれるなら、雪も悪くないと思わされますね。